はなまるちゃん、どうしたの？朝からずっと元気ないけど、もしかして具合が悪い？そういえば、お昼もあんまり食べてなかったわね。もしやこれは世界の終末が訪れる前兆？大丈夫？保健室行く？無理はいけませんわ。悪化しないうちに帰ってお休みになった方がよろしいのではありませんか？あ、違うよ。具合が悪いわけでも、世界の終末が来るわけでもないぞら。じゃあ、何か辛いことがあったとか？辛いというか、前にうちのお寺で豆まき大会したの覚えてる？幼稚園の子たちと一緒にやったやつだよね。覚えてるよ。すごく楽しかった。みんなの鬼、迫真の演技だったよね。またお寺で何かイベントをやるの？そうなの？じゃあまたみんなでお手伝いに行くよ。何でも言って。チカさんったら、また勝手にそんなことを。いいじゃないの、私は賛成よ。パワフルなちびっ子たちの相手もなかなか楽しいし。ありがとう。実はそうなんだ、豆まきがすっごく好評だったから、ぜひまた何かって幼稚園の先生方が言ってくれて、今度は朗読会をすることになったずら。朗読会か、すごい。花丸ちゃんにぴったりのイベントだね。まるもすごく楽しみで、朗読会で読む本張り切って選んだんだけど、まるがおすすめしたの全部却下されちゃったずら。それは残念。全部却下なんてずいぶん厳しいジャッジだわ。なんかわかる気がする。また難しい本選んだんじゃないの？そんなことないぞら。ちなみにどんな本を選んだの？まずシェイクスピアのハムレットと、それから古事記と、それは幼稚園児が楽しめる本なの？寝るわよ、絶対寝るわよそれ。みんなには豊かな感性を育んでほしいぞら。小さい頃から文学の名作に触れることは無駄ではないぞら。確かに、お腹の中にいる赤ちゃんにクラシック音楽聴かせるといいとか聞いたことあるぞ。納得しちゃうの？花丸ちゃんの言うこともわかるけど、もうちょっと子供向けの本がいいんじゃないかな。内容も短い方がいいかもね。っていうと、やっぱり絵本か。昔話とは？そういえばうちに古今東西の民話や伝承を集めた本があったような。帰ったら早速探してみよう。マイナーな話選んだらまた却下されるわよ。絵本か、懐かしいな。幼稚園の頃よく先生に読んでもらったよ。好きな本は取り合いになるからボロボロで。人気の絵本は劇にしてお遊戯会で発表なんてこともあったっけ。どういうわけか同じ役が何人もいたりしてさ。劇？ん？私たちで絵本の内容を劇にするっていうのはどうかな。きっと面白いし喜んでもらえると思うんだ。劇？ナレーションをつければ朗読っていう部分もクリアできるし、どうかな。すごくいいと思う。まる全然思いつかなかった。劇か、すっごく楽しそうずら。本当にやるの？できるかな。勝手に決めちゃっていいのかな。幼稚園の人にも確認した方が。まあまあ後でいいんじゃない。準備はこっちがするんだし、ダメとは言わないでしょう。で、何の話をやるの？なんなら私が脚本を書いてあげてもいいわよ。このヨハネ誕生から打点までの美しく壮絶な顛末をいとけない人の子たちに聞かせてあげようじゃない。怖い話はやだよ。お願いだから子供に聞かせられる話にして。
が必要なら遠慮なく言ってね。行きつけの乗馬クラブに頼んで貸してもらうから。馬？そんなもの一体何に使うんですの？童話や昔話には必須でしょ。火刀改めてある、光斧って言いながら海岸線を颯爽と駆け抜けるシーンがあるじゃない。それは昔話っていうより時代劇だし、なんかいろいろ混じってるし。有名でキャラクターもたくさん出て盛り上がるタイプのお話がいいんじゃないかな。正義の味方が悪いやつをやっつけるみたいな。完全超悪者か。確かに分かりやすいテーマだから子供たちも受け入れやすいかもしれないずら。どういうお話は？あ、桃太郎とか。桃太郎いいんじゃない。それで行こうよ。じゃあ桃太郎に決定ずら。登場人物は桃太郎とお供の犬、猿、キジ。キジってなんて鳴くの？わからないなら調べればよいのですわ。ちょうど明日は休日ですし、みんなで動物園に行って本物を観察してくるというのはどうでしょう。おお、動物園行きたい。ノリノリね、ダイヤ。やると決めたからにはとことんやります。劇団アクア始動ですわ。あー！